昨日午後7時過ぎ札幌市東区の環状通りに大型のオスジカが現れました道路を渡ろうとした次の瞬間車とぶつかり弾みで手前の車にも衝突オスジカは起き上がりそのまま走り去っていきました最初ちょっっと渡らないででんかもかも様子見てる感じだったんですけども 結構飛ばされるえー、あの私の車の方までぶつかったえー、ちょっと衝撃もあります。鹿が現れたのは車通りの多い交差点です。鹿は車にぶつかった後あちらの方向に走り去っていきました。オス鹿が車2台とぶつかったのは北17条東21丁目の環状通りと道堂々が交わる交差点。 東区では、昨日同じ個体とみられるオスジカが複数目撃されています。警察によりますと、最初は午後5時45分ごろに岡玉町で、その後、市内中心部へ向かう様子が目撃され、午後7時過ぎに車2台と衝突。そのおよそ40分後、近くの伏子公園でぐったりした様子が目撃されたということです。 伏子公園の隣にある農園では農園の中にはあらゆるところに鹿の足跡と見られるものがありこちらには鹿のものでしょうかふんと思われるものもありますこういうところでなかなか出ないなかなか出ないので今日は朝来たけこうなってたから珍しい感じですかあそれは珍しい先週も別の個体が 中央区の道庁赤レンガ庁舎前に現れるなど札幌の市街地で出没が相次ぐ押スジ間一体なぜなのでしょうか。 一つはです、ね、その札幌市も含めてなんですけども、まあ、北海道全体的にです、ね、鹿の個体数がまあ増えているという現状があるかと思います。もう一点がです、ね、今ちょうど10月で鹿の交尾期に当たるんですけども、メスをこう探し回ってです、ね、雄、えー、が広い範囲をこう活発に活動するというようなことが考えられるかなと思います立派な角を持つオスジカ 専門家は特に夜間にかけて行動が活発になるため日没後の運転は注意してほしいと話しています。